1998 World Pair Champions, Elena Berezhnaya and Anton Sigurlidze. ワールドチャンピオン登場です。ロシアのエレーナ・ベレジナーヤ、そしてアントン・シルリリッチ。ショートプログラムは第1位。このフリーの演技は男性の靴の上に女性が乗ってスタートするという変わった始まりです。コンサート4コンラチュラ・ソプラノ。では最初のジャンプ。このペアも後半に距離のあるそしてダイナミックなスローを持ってきています。スケーティングのうまさが光ります。スピードがあります。
最後はスタートと同じ男性の靴の上でエンディングです。ロシアのエレーナ・ベレジナーヤ、そしてアントン・シルリリッチです。このベレジナーヤはもともとオレグ・シリヤホフと組んでいたんですが、96年の1月に練習中にシリヤホフのエッジがベレジナーヤの頭に当たって大怪我をしました。一時はこれで引退かとも思われたんですが、この96年夏からアントン・シルリリッチとペアを組んで見事ワールドチャンピオンに輝きました。途中スローの失敗やスピンの乱れなどはありましたが、それでも高いリフト、そしてこの失敗のシーンはありましたが、ジャンプのうまさ、スケートのうまさでカバーしました。ベレジナーヤ21歳、シルリッチ22歳、得点です。高い得点が出ました。特にプレゼンテーションでは 5.8 をつけたジャッジが7人います。見事な演技を見せました。